はい、皆さん、こんにちは。今日はね、寺田池のね、蓮の状況をちょっと見に来ましたね。ちょっとここ、五社大神社というのがありましてね、ちょっとここまでね、突っ込んでこれないんですよね。車止めがしてあるんでね。まあまあ、ちょっと注意してくださいね。これが五社大神社ね。大山町の感じですね。八幡市の三郎さん、いろいろね、そうですね、いてあります。で、まあ、この、こちらは、まあ、富士もね、なんかこう、富士もまた見に行きたいと。はい。で、向こう側の、公園でね、明神の森ってあって、紅葉が綺麗ですんでね、また秋に来られてみてください。三色堂になってますんでね。はい、それで向こうから寺田池、まあちょっと歩いていきましょう。はい、ちょっと池の近くまで来ましたね。このように何かちょっと神社の机みたいな東屋がありまして、水生植物やね。これは何、皮脂か、皮脂が大量発生してるね。すごいね。向こうかはハスですね。もっとは咲いてるかなと思ったけど、もう遅いんかな。向こうに兵庫大学があるんでね、あの辺の近くまでちょっと行ってみましょうか、ね。はい、まあこれがね、寺田池のマップでね、さっきのあれがこれやね。まあ、向こうかにも東屋やったり、これちょっと散策、周遊散策コースになっておるからね。今ここに蓮の絵が描いてあるけど、この辺ちょっと行ってみたいね。兵庫大学はここですね。で、こういう風に散策道になってますんでね、日陰を選んで歩いていきましょう。はい、でっかい鷺が行きますね。飛んでいくかな。こっちはちょっと、こっちが大学で住んでね。はい、で、これ蓮ね、咲いてますけど、ちょっと遠いな。こういう感じね。ね。よし。その辺ぐらいまでにしときますけどね。はい、ちょっと遠く見づらいですね。拡大したってもうそんなに映れへんと思うんやけどな。まあ、あの辺ちょっと咲いてるか。こんな感じか。ここは多少咲いてる。もうちょっと近くで咲いとってくれたらいいかな。ここからもうちょっと入られへんのでね。はい、まあちょっとあの辺大量に咲いとんねんけど、見えないでしょうね、多分。しょうがないわ。まあ漢字だけ掴んでください。申し訳ないですけどね。はい、はい、なんかこの草むらの中に道がついてましたんでね、この柵沿いに道がありましたんで、ちょっとまあここが一番近いかな、感じ的に。まあ拡大してもこの程度ですね。何枚か綺麗写真あったらいいんだけどな。ね、でずっとこれ散策で続いてますね、向こうから。池の向こうの方にも蓮の葉は見えますわ。だけどちょっとあそこまで歩いていくのはあれですね。まあちょっとこの辺りでね。はい、まあそんな感じでしたね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。